エディンジェコは、ボスニア・ヘルゼゴビナ・サラエボ県サラエボ出身のサッカー選手。民族は、ボシュニャク人。セリエ a ー,ース・ローマ所属。ボスニア・ヘルゼゴビナ代表。ポジションはフォワード。ドイツとイングランドの2つのリーグで、計3度の優勝を経験。ボルフスブルク所属時代の2009から10シーズンに、ブンデスリーガで、a a ローマ所属時代の2016の17シーズンに、 セリエ A で、それぞれ得点王に輝いた。また、欧州5大リーグのうち、3つのリーグで50得点を上げた、史上初の選手である。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の最多出場記録、最多得点記録の保持者でもあり、2014年9月からは、代表の首相を務める。名前は、ゼコとも表記される。父親のミドハとゼコもプロサッカー選手であった。 ボスニア紛争の時は、一家で団地に避難し、音を立てられない、地下室生活を強いられながら砲弾が止む、わずかな時間にサッカーを楽しんでいた。5歳の時に FK ジェリエズニチャルの下部組織に入団し、2003から04シーズンにトップチームに昇格した。2005年にチェコリーグの FK、デプリツェに遺跡金2万5000ユーロで完全に移籍し、ジェリエズニチャル時代に指導を受けた。 チェコ人監督イジープリーシェクが率いる FK ウースティナドラベムにすぐさまレンタル移籍した。そこで15試合6得点と結果を残し、半年後には FK テプリツェに復帰し、13得点を挙げて得点ランキング2位に入った。2007年6月26日、フェリックス・マガトが監督を務めるドイツの VFL、ボルフスブルクに400万ユーロの移籍金で移籍した。 2007から08シーズンは28試合出場で8得点と、まずまずの成績を残した。2008から09シーズンは、DFB ポカールの FC オーバーのイランと戦で、ハットトリックを達成したが、リーグ戦では前半戦の得点にとどまった。しかし後半戦に大爆発し、最終的に26得点を決めて得点ランキング2位に入った。二人、 合計54得点を叩き出したグラフィッチとのコンビはリーグ最強と歌われ、クラブ史上初のリーグ優勝に貢献した。この活躍から2009年夏の遺跡史上では、イタリアのエシーミランが獲得に乗り出し、ゼコも遺跡を希望したが、クラブはゼコの放出を拒否し、結局2013年まで契約を延長した。ゼコは幼い頃からのミランのファンであり、 サラエボの彼の部屋には、お気に入りの選手であるアンドリーシェフチェンコの背番号7のユニフォームが飾られていたという。チームに残留した2009から10シーズンは、チームとしては苦戦を強いられ連覇を逃すも、ゼコーは22得点を決めブンデスリーが得点王を獲得した。2009年末には、バロンドール候補30人にノミネートされた。2010から11シーズンは、 移籍を希望していたもののチームに残留し、キャプテンを任される。クラブは低迷したが、ゼコは前半戦だけで10得点を挙げた。マンチェスターシティでプレーするゼコセルヒオ・アグエロと共に、強力な2トップを形成する2011年1月7日、イングランドのマンチェスターシティ FC に移籍した。ボルフスブルクには移籍金3500万ユーロが支払われたが、これは、 プレミアリーグのクラブが支払った金額としては、史上6番目であり、ブンデスリーが所属選手に支払われた金額としては、過去最高額となった。背番号は10。2011から12シーズンのプレミアリーグ最終節、クイーンズパークレンジャーズ戦では途中出場で後半、ロスタイムに同点のヘディングシュートを決め、奇跡の優勝へとつなげた。2012から13シーズンは、 セルフィオ・アグエロの負傷が目立つ中、チーム得点王となる14ゴールを記録した。2013から14シーズンは、前年度を上回る16ゴールを挙げ、出場時間あたりの得点率では、同僚のセルフィオ・アグエロ、ルイス・スワレス、ダニエル・スター・リッチに次ぐ4位となり、2シーズンぶりのリーグ優勝に貢献した。マンチェスター・シティでは大事なところで決める、印象的なゴールが多く、 このシーズンもシーズン終盤のクリスタルパレス戦やエバートン戦、アストンビラ戦の決勝ゴールを決めるなど、重要な場面でゴールを決めた。2015年8月、セリエ A の AS ローマへのレンタル移籍が決定。背番号は9番。開幕戦のエラスベローナ戦でセリエ A デビュー。2015年8月、ローマでの1シーズン目はリーグ戦8ゴールに終わった。 2016から17シーズンは UEFA ヨーロッパリーグのプルゼニ戦でハットトリックを達成2月のヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のビジャレアル戦でもハットトリックを達成したローマはヨーロッパリーグでベスト16で敗退したもののゼコは8得点を挙げジュリアーノと共に得点王となったまたセリエ A では37試合に出場し29得点を決め ナポリのドリースメルテンスを1得点差で抑え、セリエ A 得点王となった。またリーグ戦、カップ戦など合計では合計39得点を記録した。2017から18シーズン3月3日のナポリ戦で2得点を挙げ、セリエ A 通算50得点を達成。これでブンデスリーがプレミアリーグに続く50得点達成となり、 ヨーロッパ5大リーグのうち3つのリーグで50得点を挙げた史上初の選手となった。UEFA チャンピオンズリーグ対 FC バルセロナ準々決勝ではファーストレグ、セカンドレグともにゴールを決め、セカンドレグでは PK も獲得し、ファーストレグに4から1で勝利していたバルセロナに対し、奇跡の逆転準決勝進出の立役者となった。 UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のリバプール FC 戦のファースト、レグの試合では5から0とされた中、ラジャナインゴランのロングパスをワントラップからシュートを決め、反撃の口火を切るゴールを決めた。セカンド、レグの試合でもチャンピオンズリーグで5試合連続となるゴールを決めたが、わずかにトータルスコアで7から6と及ばず、準決勝で敗退した。 2018から19シーズン、セリエ A 開幕戦のトリノ戦で後半44分に、決勝ゴールを決めイチカラレーでの勝利の立役者となった。UEFA チャンピオンズリーグ GL 第2節、ブルゼニ戦では、ハットトリックを達成し、チームを勝利に導いた。2019から20シーズン、開幕前の移籍市場では、コンテが監督に就任したインテルへの移籍が噂され、 インテルの若手選手やイカルディとのトレードなども取り沙汰されたが、2019年8月16日に契約を2022年まで延長して、ローマに残留した。2019から20シーズンのセリエ A 開幕戦となったジェノアセンでは1ゴール1アシストを記録した。9月22日のボロー、2020年2月1日、サ殺走路線でゴールを挙げ、ローマでの公式戦。 通算100得点目を記録した。7月15日、第33節のベローナ戦でゴールを決め、ローマでの通算ゴール数を105とし、外国籍選手としては最多得点者となった。2020年12月13日、ボローニャ戦で、ローマでの公式戦111点目となるゴールを挙げ、アメデオ・アマデーに並びクラブ歴代3位の得点者となった。2007年6月2日、 トルコ戦でボスニア・ヘルツェゴビナ代表デビュー、その試合で初得点を記録した。2010FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選では第2節から第6節まで5節連続で得点し、2008年9月10日のエストニア戦、2009年4月1日のベルギー戦で2得点を挙げるなど予選を通して10得点を決める活躍を見せた。スペインに次ぐ2位に入って、 プレーオフに進出したが、プレーオフでポルトガルに敗れて 2010FIFA ワールドカップ本大会、出場はならなかった。2012年9月7日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のリヒテンシュタイン戦で代表では、初となるハットトリックを達成するなど、初の W 杯出場に貢献した。2014FIFA ワールドカップを戦う代表23人に選出された。 グループリーグ2戦目のナイジェリア戦では先制ゴールを奪ったかに見えたが判定はオフサイド。しかしこれは明らかな誤信であり試合後ジェコは僕らは家に帰る。だから悲しいよ。でもこの主審も家に帰るべきだ。彼は結果を変えた。彼が試合を変えた。だから僕らは負けた。先制されてから反撃しようとしたね。でもキャプテンにファウルがあったのは 明らかだった。僕のゴールもオフサイドじゃなかったよ。僕らは最後まで戦った。でも、今日は、運がなかったんだと語った。今日は僕らが試合に勝つべきだった。ナイジェリアも良いプレーをしたし、チャンスを作ったけどね。だけど、主審は外すべきだったと審判を批判した。この試合の敗戦で、グループリーグ敗退が決まってしまった、ボスニア・ヘルツェゴビナだったが、三戦目のイラン戦では、 先制ゴールとなるミドルシュートで自身ワールドカップ初ゴールを決め、悲願の初勝利を記録して大会を去っていった。2017年3月28日、ボスニア人プレイヤーとして初の国際試合50ゴールを達成した。2018年10月15日の UEFA、ネーションズリーグ、北、アイルランド戦で2ゴールを挙げ、 一点目のゴールでキャリア通算300ゴールを達成した。2019年3月23日のユーロ予選アルメニア戦に先発出場し、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表史上初となる代表通算100試合出場を達成した。FIFA ワールドカップでの得点、VFL ボルフスブルクマンチェスターシティ。ありがとうございます。